中京競馬場第3競争は3歳未勝利戦です。この競争はダート 1900m 混合戦13頭です。ダートコース4コーナーから直線に入ったところスタート地点です。ゲートインが済んでいます。まずはホームストレッチ坂を使っての先行争いになります。さあ今収まったのはグランドゴールドノブフェーブルと今あと一歩ノブフェーブルです。インディゴブラックゲートの後ろ待っています。サザンステートが今促されてゲートイン、続々と収まって12番ゲートチャリタブルソート、最後のゲートイン、全馬収まって係が離れます。スタートしました。さあ先行争い、まず内ウォータージオード、そして2番サザンステート、いいスタート、いいダッシュ。まずは2番のサザンステートが前の位置、外からすっと内にコースを取りながらインディゴブラック前に並びかけます。さあこの2頭の先行争い、その後ウォータージオードに12番のチャリタブルソート、その後方から7番の小次郎が追走です。あとは外目11番オブジェダート、内3番のアスクリバユー、その後は若干開いて4番のタマモ8ビートが続いています。外からは6番のグランドゴールド、残り1400を通過して1コーナーカーブし終えて2コーナーです。さあ2番のサザンステート、今日も行きます。リードは1馬身、控える形になった10番のインディゴブラック2番手の位置です。その後は3馬身開きました。12番のチャリタブルソート3番手、内1番のウォータージオード、その後方から7番の小次郎、外差がなく11番のオブジェダーと並んでいます。その2馬身後方ですが3番のアスクビバユー、外から4番のタマモ8ビート、外からは6番のグランドゴールドが接近、内からだ半分差5番のカシノロックオン、間をつくようにスルスルと13番広重ジャック追走しています。その後は少し馬群開きました。5馬身6馬身と開いて内9番のブランニューデート、外8番のノブフェーブル、さあ緑の帽子2頭が後方です。各馬これから3コーナーをカーブしていきます。2番のサザンステートが逃げています。リードは首ほど、じわりと詰めるインディゴブラック、その後からはインディゴブラックが詰めて前はほぼ並びつつあります。その後4馬身ぐらい馬群が開きました。12番のチャリタブルソートは3番手、外からさあオブジェダーと位置を上げていきます。第4コーナーからさあ直線向かって残り400を通過、ここで抜け出した先頭に立ったインディゴブラック先頭、2馬身3馬身4馬身リードを取っていく。そして2番手の位置では3番のアスクリバユーが上がってきた、連れて上がってきたのが11番のオブジェダーと3番手の位置、現在4番手2番のサザンステート、前は突き放している。10番のインディゴブラック、5馬身6馬身7馬身のリード、2番手には3番のアスクリバユーです。体勢決しました。先頭10番のインディゴブラック合輪、2着3番アスクリバユー、3着に11番のオブジェダーと、そしてその後に12番のチャリタブルソートです。さあゴール前はかなりバラバラの入線という感じになりましたが、2番手追走10番のインディゴブラック、逃げるサザンステートを見ながら運んで、最後は後続を突き放しての快勝でありました。タイムは2分0秒9です。そして2着には3番のアスクリバユー、そして3着は11番のオブジェダートと入っています。タイムは2分0秒9。上がり 800m は51秒4、600m は38秒6でした。久々立て直されましたオルフェーブルさん、10番のインディゴブラック。北三ブラックの3区、インディゴブラック。ダートで素晴らしい快走を見せました10番のインディゴブラックです。2着3番のアスクビバユー、3着に11番のオブジェダート、そしてその後4着12番チャリタブルソート、5着は2番のサザンステートで点滅を始めております。10番3番11番12番2番の順、2分0秒9上がりは51秒4、38秒6と掲示になっています。勝ち馬確定のご案内がありますまでお待ちください。圧勝でしたね。キャリア4戦目初ダート10番のインディゴブラック、鞍上は坂井隆成騎手、2戦連続のコンビで、今回はダートの競馬になりましたが、サザンステートと2頭抜けて直線に向いたんですが、そこからぐんぐんと差を広げました。最終オッズ10番3番11番です。3番人気1番人気5番人気の順です。単勝10番 3.9 倍、枠連37 5.4 倍、馬連3番10番 8.4 倍、馬単10番3番 17.4 倍、3連複
3番10番11番 30.7 倍、3連単10番3番11番 129.4 倍です。上位3頭かなりそれぞれ着差がつきましたね。中京3レースご覧いただきました。確定までお待ちください。